西高井戸昭安稲荷神社は、東京都杉並区昭安に鎮座する神社。陶器上の宗教法人名称は、稲荷神社。拝殿受け持ち命を祀る。西高井戸昭安稲荷神社の創建年代は、不明であるが、昭安村が改装した、万事年間以降に当地に創建された、縁光寺の境内に昭安村内鎮社として、創建されたと考えられており、昭和九年に、 九中高江戸村鎮守の稲荷神社を講師したと言われている。当社は、新編武蔵風土気候多摩群昭安村の城に稲荷祠とあり、上屋2県22県半内に正子を受け社前に、鳥居県、村内の鎮守に指定霊祭破棄術を定めずとある。昭安村は、万事年間に昭安という医者が開いたと伝えられているが、詳細は明らかではない。境内入り口に、 元禄三年十一月、同六年の二期の塔があり、前者に、武州のガタ領昭安神殿と刻まれているので、昭安村は新田にあったことがわかる。しかもこの神社は、明治維新の再廃寺となった、円光寺の境内にあった。当社は、昭安村の珍珠と中高井戸村の珍珠を、昭和九年五月一日に合併して以来、昭安と中高井戸領地域の珍珠となった。当神社は、 元は、旧昭安村の鎮守で、明治維新の際に廃寺になった、天台宗寺院。昭和9年に、隣村である中高井戸村の鎮守の稲荷神社を、合祀し、以後名称を、西高井戸昭安稲荷神社と称し、翌10年には社殿を改築し、今日に至っている。近年、町名変更により西高井戸の地名が、失われたので、急に下高井戸のうじこが中高井戸村稲荷神社と、 合死したことが不明とならないよう排除し、神前に社合表を混流し、由来を示した。なお、鳥居の左側に狐のミイラを祀った小さな祠がある。また、神社北側には、廃寺となった円光寺の住職の墓がある。墓碑には、元禄9年、教皇8年、元文3年、法歴10年、文化4年の没年名が見られる。また、中央にある、 五輪塔は、地元の人々が、歴代住職の霊を慰め、手厚く供養するために昭和40年にこの墓地を整備し立てた供養塔である。昔、当社の西側に円光寺という寺があり、そのそばの大きな月山に狐が穴を掘って、小狐を育てていた。しかし、明治30年頃、円光寺が廃寺となり、月山を取り去ることとなった。 そのため、親狐は、小狐と別れなければならなくなり、その悲しみのあまり前足を加えたままの姿で、拝殿の床下,下から発見された。そこで、昭和9年に、西高井堂、昭和稲荷神社を合志するにあたり、本殿を造営し、さらに昭和36年末茶を建て、古来から、お稲荷様のお使い姫として言い伝えられている、この狐を祀るようになったと言われている。 現在このミイラは鳥居をくぐって、左手にある祠に安置されている。ミイラは前足を口にくわえた状態のままま綿の上に置かれているが、その姿を見ることはできない。また、祠の前には、奉納された代償様々な狐の置物がたくさん並べられている。角川日本地名大辞典編纂委員改編、角川日本地名大辞典13東京都、角川書店。 1978年887ページありがとうございます。